どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、フライオンポイント2倍キャンペーンの国際線のおすすめ路線ね、解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、国際線のおすすめ路線ということでちょっとポチポチね検索させていただいたわけなんですけども、私自身もですねとうとう JGCC をね決断いたしました。ということで、JGC 修行自体はですね、またね動画にしたいなっていうふうに思いますので、まあ、そちらね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回ね、国際線のおすすめ路線ということでやっていきたいんですけども、2019年とか2018年とかね、まあ、結構前におすすめされてたね路線ってありますよね。まあ、日本から言うとクアラルンプールのタッチとか、シンガポールのタッチとかシドニータッチとかもあったと思うんですけども、まあ、そういったねタッチ修行ってありましたよね。まあ、本当に行って速攻帰ってくるみたいなね、まあ、それで、まあ、国際線のねいい運賃クラスを利用すれば、まあ、お得にね利用することができたっていうね時代がありましたけども、もう今はですね、燃油サーチャージの関係もありまして、円安の関係もありましてですね、この日本から、まあ、タッチ修行でね、まあ、クアラルンプールとかシンガポールとかね、まあ、そういった路線はですね、まあほとんどねお得になり得ないっていった形になるんですよね。で、私もねちょこちょこ調べてみたんですけども、まあ、こちらね東京からクアラルンプールですね、プレミアムエコノミーで調べておりますけども、こちら片道でね20万円っていった形になるんですよね。まあ、これでねフライオンポイント計算するとですね、これね本来のフライオンポイントが5407フライオンポイントで、今回のねキャンペーンで2倍になってる分が5007フライオンポイントがもらえますんで、まあ、合計でね1万414フライオンポイントということで、これねフライオンポイント単価にすると19円とかになっちゃうんですよね。ですんで、まあこの日本からね出発する、まあ、東京からマレーシア、クアラルンプールとかね、あとシンガポールとかね、まあ、そういった路線はですね、まあ、今現在はですねちょっと利用することがね、まあ、できない、まあ、できないっていうよりかは、まあ、単価がねかなり高くなってしまうっていう風になりますんで、まあ、お得路線に、ね、ならないっていった形になるんですよね。もしねこういった東京をね出発する路線で、まあ、この路線めちゃめちゃ単価いいですよみたいなのね、もしありましたらですね、ぜひね教えていただければなと思います。私もね結構調べてみたんですけども、まあ、ちょっとね私が調べてる感じだとですね出てこなかったっていう感じなんですよね。で、今回のね動画で、まあ、おすすめさせていただける路線なんですけども、もう日本からね出発する路線っていうのは基本的におすすめすることができないっていう風になりますんで、まあ、今回のね動画ではちょっとね再現性はねかなり低いかもしれないんですけども、海外発券でね利用していただくっていう感じですね。ですので、まあ、日本から出発するんではなくて、まあ、特典航空券とかねそういったもので海外まで行ってもらって、海外で出発していただくみたいなね、まあ、そういった形になるかなっていうふうに思いますかね。まあ、ちょっとね利用しづらい部分はねあるかななんていうふうに思うんですけれども、まあ、修行自体をですね海外にねやりたいっていう方はですね、まあ、いいのかななんていうふうに思うんですけれども、まあ、往復のね航空券がねかかってきてしまいますんで、まあ、この点はねご了承ください。で、フライオンポイントのね計算方法なんですけれども、国際線はねちょっと国内線と違っておりまして、まあ、基本的にはですね JAL のこの公式サイトありますよね、こちらに行く出発地と到着地、こちらを選んでいただいて、右下のね運賃をね選んでいただいて出していただくっていう形になります。で、このエコノミークラス運賃 100% って今出ておりますよね。で、これはどうやって見るかっていう話なんですけども、下の方にね行っていただくと、アルファベットでエコノミークラス運賃の隣に WRYB っていうのがね書いてあると思うんですよね。で、これが予約画面でどこで確認するかっていう話なんですけども、先ほどねこちら東京からクアラルンプールのこの路線がありますよね。この右側の方にですね旅程っていうねこういったのがね出てくると思います。で、ここのね詳細を開くっていうところをね開いていただくとですね、真ん中ら辺に予約クラスってのが書いてありますよね。これが今 W って書いてあると思うんですけども、この予約クラスが W であれば、さっきの表のねこちらに戻っていただいて W のところを探してもらって、まあ、W だったらエコノミークラス 100% 運賃だなということで、この利用運賃をね 100% に切り替えて検索をね押していただくっていった形になります。まあ、基本的にはねこれでフライオンポイント
ントね、こういった形で計算ね自動で出してくれるんで、まあ分かりやすいかなと思うんですけども、国内線と同様ですね、こちらの搭乗ボーナスのフライオンポイントっていうのは2倍にならないっていう風になりますんで、東京からクアラルンプールの場合は5407フライオンポイントね、片道はもらえるわけなんですけども、2倍分っていうのは3338×1.5 フライオンポイント、これだけっていう風になりますんで、まあこちらね注意してください。これ計算すると5007とかになると思うんですけども、5407フライオンポイントと2倍分の5007フライオンポイントがねもらえるっていった形になるんですよね。ですので予約するときにね、この予約クラスね確実にチェックしていただくのと、こちらね見落としがないようにねしていただければなと思います。これね本当に運賃、この予約クラスが低いとですね、たとえねすごい長距離路線乗ったとしてすごい安くてもですね、この予約クラスが低いと結局フライオンポイントね獲得できる部分ねかなり下がってしまうっていう風になりますんで、この点はねご注意ください。それではね、おすすめの路線ね紹介していきたいなと思うんですけども、まず紹介させていただくのはデリー発見のホノルル路線ですね。予定だとこういった形になっておりまして、デリーから東京、東京からロサンゼルス、ロサンゼルスからホノルルっていった形になります。でクラスがですね、デリーから東京、こちらエコノミークラスの H クラス、東京からロスですね、こちらはプレミアムエコノミーのR クラスで、ロスからホノルルがこちらアメリカン航空の Q クラスっていった形になります。でこれでね獲得できるフライオンポイントが、デリーから東京ですね、エコノミークラスの H クラスで、こちらも2倍分だけお話しさせていただきますけども、8077で、東京からロスですね、こちらプレミアムエコノミーの R クラスで、2倍分足して11316、ロスからホノルルが1787ということで、こちら合計するとですね、21180フライオンポイントをね獲得することができます。でこれの運賃単価はですね172103円っていう風になりますんで、フライオンポイントの1ポイントの単価としては 8.1 円っていった形になります。まあちょっとね8円台ということで、まあこれはねまあまあっていうところですかね。で次にですね、デリー発見の東京乗り継ぎのロス乗り継ぎのニューヨークですね。これだと、デリーから東京がエコノミークラス H クラスで8077、東京からロスプレミアムエコノミーの R クラスで11316で、ロスからニューヨークでこちらエコノミークラスの Y クラスで2458ということで、これで獲得できるフライオンポイントが21851で、価格が161127円で、フライオンポイントの単価が 7.3 円ということで、こちらねさらに下がったっていった形になります。これがね一番良かったですかね。で次ですね、デリー発見の東京で、東京からボストンで、ボストンからニューヨークですね、これだとエコノミークラスの Y クラスで11368、東京からボストンプレミアムエコノミーの W クラスで、こちらが13800で、ボストンからニューヨークが Y クラスで185ということで、獲得できるねプレミアムポイントは25353円で、こちらが189395円ということで、フライオンポイントの単価はね 7.4 円っていった形になります。まあこれもね結構いいですよね、7円台ということで。で次にですね、デリー発見の東京乗り継ぎのシドニーですね、こちら、デリーから東京がエコノミークラスの K クラスで8077、東京からシドニーのエコノミークラス K クラスで、10612で、合計すると18689フライオンポイントで、価格が165285円で、フライオンポイントの単価が 8.84 円ということで、まあこれねちょっと高いですけども、まあシドニーね行きたい方はまあこれはいいですかね。で次ですね、クアラルンプール初の東京乗り継ぎのロス乗り継ぎのニューヨークですね、こちらクアラルンプール東京エコノミークラス B クラスですね、10414で、東京からロス、これがエコノミークラスの B クラスで、11316で、ロスからニューヨークですね、こちらエコノミークラスの Y クラスで2458ということで、合計の獲得のフライオンポイントが24188で、価格は177937円ということで、こちらフライオンポイントの単価が 7.35 円といった形になります。で次ですね、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨークですね、こちらは
東京、クアラルンプールから東京がエコノミークラスの K クラス7410、東京からニューヨークエコノミークラスの K クラスで9812、こちら合計すると17222フライオンポイントで、価格が148444円で、フライオンポイントの単価が 8.6 円ということで、まあこれはね、ちょっと8円台で結構後半なんで結構高いですね。まあ私がね、調べた感じだと、まあこういった形ですね。残念ながらね、7円台を切ることはね、正直できなかったですね。ちょっと6円台とかね、ちょっと見つけたかったんですけども、もしね、海外発見でね、6円台見つけられた方はですね、ぜひね、教えていただければなと思います。それでは次にですね、ちょっと発見場所を変えまして、次にね、ニューヨークが発見の場合ですね、ニューヨークからサンフランシスコ、東京、バンコクですね、これだとですね、ニューヨークからサンフランシスコが、こちら、1796で、サンフランシスコから東京ですね、こちらが7582で、東京からバンコクですね、こちらが、6424で、これでですね、合計のフライオンポイントが15802フライオンポイントということで、価格が99824円ということで、フライオンポイントね、6.3 円といった形になります。ちょっとね、クラスがちょっと今見てる仕様が書いてないんで、表の方にはね、ちょっと書いてあると思うんですけど、ちょっと私の資料で書いてないんで申し訳ないです。まあこれはですね、99000円台で、6.3 円ということで、かなりいいですよね。で、もう一つですね、ニューヨークからロス経由のジャカルタですね、ロスからニューヨークからロスまで H クラスで1720、ロスから東京で H クラスで8042で、東京からジャカルタですね、こちらが8066ということで、合計の獲得フライオンポイントが17828フライオンポイントで、価格が117694円ということで、これもね、フライオンポイントの単価ね、 6.6 円っていった形になります。これね、ニューヨーク発見のね、修行はね、結構いいんじゃないかななんていうふうに思います。ちょっとこれもね、結構いろんな路線調べてみたんですけども、バンコクとね、ジャカルタが一番安かったですかね。それ以外だとね、もうちょっとね、フライオンポイントの単価ね、上がってしまうっていうふうになりますんで、私が調べた感じだとね、このバンコクとジャカルタ路線がね、最もね、フライオンポイントの単価ね、安かったっていった形になります。まあこういった感じになりますかね。まあ私今回ね、調べた感じだと、まあ一番利用しやすいっていうのは、デリー発見のニューヨーク行きに乗って、ニューヨークからバンコクだったりジャカルタとかね、まあそういった感じで往復していただければですね、まあ結構ね、まあうまくね、利用できるかななんていうふうに思うんですけども、まあ再現性があるかって言われると、まあなかなか厳しいですよね。今のこの状況もありますし、あの PCR とかね、そういったのもありますんで、まあちょっと難しいかななんていうふうに思うんですけども、まあ、やろうと思えばですね、まあ、できなくはないかなっていった形になります。で、私がね、今回調べた日付なんですけども、大体ね、7月の前半ぐらいで調べさせていただいておりますので、まあこれもね、8月とか9月とかね、行けばもしかしたらもうちょっと安くなったり、お得な路線とかもね、あるかななんていうふうに思いますので、あの皆さんね、利用される期間ね、あのまちまちだと思いますし、一応国際線のね、フライオンポイントのキャンペーンは9月末までね、やっているっていう風になりますんで、もしね、路線これで行こうみたいな決まりましたらですね、日程自体はですね、いろいろ調べてもらって、予約クラスとかもね、見ていただいて、あの利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、海外発券ね、もし利用される場合はですね、公式サイトでね、まあ、検索していただくと思うんですけども、もしね、ニューヨーク発券であればですね、右上に今ね、こちらニューヨークってなってると思うんですけども、日本語の言語の隣ですね、こちらをニューヨークにしてください。もしね、デリー発券であれば、こちらをデリーにね、変えていただくっていった形になりまして、これね、変えていただかないとね、利用できないみたいなので、こちらね、変えてね、検索ね、していただければなと思います。またね、今回フライオンポイントね、2倍キャンペーンで、国際線もね、利用することができるんですけども、私はね、紹介した路線もね、あのアメリカン航空とかね、混ざってる部分ありますよね。で、アメリカン航空が混ざってる部分に関しては、あのフライオンポイント2倍にはなりませんので、この点もね、ご注意ください。で、日本航空の部分はあの2倍にはね、なることはですけどね、確認できておりまして、それの確認方法なんですけども、こちらね、旅程っていう欄にですね、運航の航空会社ってありますよね。今このね、上の
7月の5日の17時20分発の成田からロサンゼルスの路線で今表示していると思うんですけれども、こちらの運航会社日本航空って書いてありますよね。この JL 何便っていうのと、その下にですね日本航空って書いてありますよね。これが記載があればですね2倍対象のね路線っていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただければなと思います。この下のねあのロサンゼルスからニューヨークのねこちらとか、JL 何便って書いてありますけれども、運航会社がアメリカン航空って書いてありますよね。ですのでこの部分に関しては2倍にならないっていう形になりますんで、この点はねご注意ください。ということで今回ですね JGCCU のおすすめのね国際線の路線ね紹介させていただきました。ちょっとね海外発見っていう風になりますんで、まあなかなかねあのこれを利用するっていう方もねそんなに多くないかななんていう風に思うんですけども、海外でねあの修行ねされたい方はですねぜひね検索してみていただければなと思います。正直ですね最初調べた時は本当にめちゃくちゃ高い路線しか全然出てこなくて、これないのかななんていう風に思ってたんですけども、まあ発見場所をね日本から変えていただくとですね、まあ、ちょこちょこねお得な路線ね出てくるっていう風になりますんで、まあ、海外でねあの修行されたいっていう方はですねこういった路線もねいいのかななんていう風に思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。